向きにならないでよ。アマンダがいくら本当の芸能人なのに普通にパフォーマーの一人として参加しててちょっと手が届きそうな気がするからって、みんな終わった後写真いっぱい撮っていいですよ。だからってそういう喧嘩じゃなくてさ、やっぱりブラジルなんだからさ、サポエラで決着つけてくんねえと困るんですけど。Okay.
ありがとうございました。向こうの方にあるメルコスールさんから呼ばれてきたブラジルのダンス、格闘技、音楽、いろんなものが混ざってよく分かんなかったかもしれないですけど、できる限り皆さんに持ってるものをできる限り出し尽くして見させていただきました。サンバもありでやらせていただきました。主に東京の、ね、新宿とかで普通にレッスンとかやっているカポエラテンポというグループです。チラシもあるんでよかったらもらってください。そしてですね、まあ、カポエラを見る専門の人でいいんですけど、これを通じてぜひブラジルにもっと興味を持っていただきたい。まあほっといてもブラジルすごい盛り上がってますけどね、盛り上がってますけど、ただ例えばテレビでよくブラジル特集最近あります。うちらもちょいちょい出させていただきます。特にあのこのブラジル人タレントのアマンダは、そのうちあのネップ&イモトの世界番付出てるんですけど、ブラジル特集がそのうちあるらしいんで番組内で、はい、ぜひ見てくださいね、はい、そういうのでこうブラジルの宣伝僕たち普段からやってるんですけど、っていうかまあそういう風にテレビでもよくブラジル見るようになっていきます。これからどんどん盛り上がります。でも普通の人と違う状態になりませんか。せっかくこの場でカポエラ見たんですから、カポエラ面白かったな、あの音楽なんて歌ってるのかなと、あの楽器何かなとか、ちょっとは他の人よりもブラジルエキスをね注入された状態でいろんなねこれから盛り上がるブラジルのことをちょっと他の人と一般人とは違う目で見れるようになったんで、ぜひそういう目でこれからブラジルのことを注目し続けてください。よろしくお願いします。カポエラテンポでした。